ね。完全に調子がいいのか悪いのか何も分かんない。実際 の、 あの全日本ラリー選手権、うん、あのアジアパシフィック選手権って、まあ、FIA の選手権にも出れる、うん、まあ、走っていた車。今日はですね、うん、愛車紹介のコーナーということで、うん、先ほどですね、あの VTR の中で雪の中を走っていたマシンを持ってきていただいております。うんうん、あの先ほど瀬谷委員長が乗ってたエボテンランサイボリューション2、はい、瀬谷委員長のを取ってきたんだ。あのすいません貸してくださいと本当は呼んでたんですけどやっぱり忙しい方なので、はいはいはい、もう代わりに全部紹介してくれということで、うん、僕が責任を持って、はいはい、紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。これですね、先ほど の、 あのそうです、雪の中で走ってた、うん、そうです、はい、実際 の、 あの全日本ラリー選手権、うん、あのアジアパシフィック選手権って、まあ、FIA の選手権にも出れる、うん、まあ、走っていた車、うん、ナーサエボリューション10という車になります。ライボの10って言ったことは最終ってことですか？そうです、最終が、最終、最終。これどれですか、土屋さん。10はめっちゃよく曲がる。あ、そう、めっちゃよく曲がる。どう違うんですか今までのね、その1から今までのは、うん、まだ FF ベースの4駆だなっていうのが残ってたの、はい、だけどライボは8、9、10で、うん、普通になんか速い FR だなっていう。そうですね、本当に。あ、そう、4駆っていうよりも速いなこの FR っていうぐらいすげえよく曲がる。あれはどうですか、あのなんて言うんでしょう、ランサーって言ってやっぱり四輪制御がなんかものすごいズバ抜けてるメーカーのイメージがあるんですけど、うん、あの実際にあの AYC って言って本当はあのなんていうの、センターデフって前後だけなんですけど、うん、AYC ってい う、 こう左右でまたそのデフみたいな機構がついてまして左右で変えられるんですよね、駆動を。それがあるので右に曲がりたいときは右の駆動を強くしてキュッて曲がるっていう制御がまたすごい賢い制御がついてます。ちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、うん、はい、まずこ、もうこれはまたなんかすごいですねこれ夜走るからこれランプポット、やっぱランプポットっていうやつなんですけども、うん、はい、あの実際に夜走るときは暗いので、うん、はい、実際に夜の道でも、まあ、180キロとか出るじゃないですか、うん、なので結構これがないと危なくて走れないんですけど。そうなんですか、はい、かこれは実際に全日本に出てた車でしょ。そうです、実際に全日本に出てるときって夜のステージ、例えば夜の8時にスタートするステージだともう真っ暗なので、うん、やっぱりこのライトがないと危なくて運転できないということですけど、うん、これはまた大こんなになっちゃってんだ。そうですね、うん、実際にまあちょっと練習車なんで、このぐらいないと、はい、繰り返した時、いや、もちろんもちろん、ロールゲージがすごいね、はい、そのレーシング界よりすごいね。そうですね、やっぱりラリーってそのすぐ横に木があったりだとか常に障害物があるところで走るので、例えばあのこういったロールバーも3トンまで衝撃に対応できる、うんうん、3トンまで、はい、いやだって横から木が当たっても大丈夫。テレビなんかで見てるとさ、うん、何回でひっくり返ってんのっていうぐらい、そうなんです。ヒロ君はひっくり返ったことないの？僕何回もありますね。ある、はい、やっぱりひっくり返ったと、はい、もう二度とラリーに出たくないと思わないの？いや、あのひっくり返った時に自分がまず思うのは、うん、1回転した時に戻せるように準備しようと思うんですよ、うんうん、1回転した時にアクセル踏むと戻ってくるんで、たまに車が、うん、壊れる前に。そうなんだ、そうなんだ。これはひろ君を親父に教えてやればよかったな。あ、そうですね、確かに1回転しないと この状態で止まっちゃうんですけど、ちょっと1回ああ、分かりました。すみません。まあ本当にがっちりこういうふうに固定されてはいるんですけど、固定式だシート。まあもちろん一般行動も走れるようになっているので、うん、3点式のシートベルトも普段は。ああ、そっか。これでも女の子とデートしたら嫌がるね。これ乗ってくれないです。乗ってくれないよ。これで言ったら、ま、ここさ、スカート、ミニスカートの女の子またげないよね。無理ですね。ピーヒール無理ですよね。これ無理です。もう全然無理。上げられないです足が。いやこれパワーはどのくらいあるの？パワーが大体でもリストリクターっていう吸気制限がかかっちゃうので、大体280馬力。本当はもっと出てるんですけど。あ、そうだよね。どうしても、はい、いけないんだ。そうなんです。だってもともとこのエンジンって5、600馬力出るんだよ。4B11 エンジンって言って、もう三菱が最後に作ったスポーツマシン、うんうん、でラリーってやっぱり FIA の、うん、そのリストリクターって空気の吸入制限がある、うん、それで絞られちゃってるの、はい、なるほどね。さあ、それじゃあ、どう出てきてください。はい、すいません。出てきてください。ねえ、乗れっつったりどうだ、乗れっつったり、なんなのかな。え、テリーさん乗らなくていいんですか。いや、僕はいいです。乗ってみればいいじゃない。いや、でも、別に、なんか狭そうだから、ね。いや、どんなもんか。あれ、これでいいですか、乗り方。あ、それで、はい、そのまま。どんなもんか。お尻を入れてもらって、スッと。いいじゃない、ほら、なんか帽子かぶって、なんかフィンランドのドライバーみたいじゃない。え、ちょっと。
いい感じいい感じ、うん、どうですか。いいよ、走らないラリストみたいでいいよ。いクラッチはこんなもん。クラッチそんなもんです。重いの、まあ微妙の僕は重いなと思って、こんなもんですかね。まあ、強化なので、うん、まあ、これシングルなんですけど、うん、強化クラッチ入れてるんでどうしてもやっぱり少し重たくなって、だからこれね、うん、これちょっと重いじゃないですか、うん、でこれで1時間も2時間も走ってるんでしょ。まあ3日間走ってます。3日間走ってたらなんかもうマッサージ7回ぐらいやってほしいな。これ大変だね。まあ、だから全日本はそうでもないの、うん、だからヒロ君みたいに WRC なんか出てると、うん、その3日間って言っても、うん、距離が全然違うの全日本と。例えば1日どれぐらいですか。世界選手権になると1日だいたい150キロから200キロぐらいが走るよ。200キロって言うと例えば時間にしてどれぐらいなんですか。そうですね、だいたいでもスピード自体は速いので、あ、そうかそうか、だいたい1日1時間半ぐらいなんですけども、まあ距離で言ったらだいたいその群馬からちょうど都心までずっと全開で走ってるような。もうそうだよね、はい、だからね、くね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 下道をずっと走ってる。それも下道だからね、はい、高速じゃないからね、うん、ここで何この車がどれぐらいすごいのか、うん、ちょっと試乗してください。あ、いいよ、乗ってみようよ。じゃあすいません、よろしくお願いします。どうですか。いや、なんか車がこういうところでスピード出してないと、はい、なんか軍用車乗ってみたいだね。あ、まあそうですね、完全に。これスピード出るんですか。これは200キロまで出ます。ただ本当にこの頃のエンジンってトルクがすごいあるので、だいたい50キロとかトルクだけで言うと。テリーさん、ちなみにこれなんだか分かります。ギアですか。これはサイドブレーキなんですよ。2つついてて。そうか、はい、これね、油圧のサイドブレーキがついてるんですよ。これを引くこと、まあ、ラリーなんでやっぱり結構サイドブレーキを引いて車を曲げたりすることもあるので。要はドリフト。ああ、そうです、そうです。狭いこういう道入っていくときにちょっとだけ引いてこう姿勢を変えるっていう。なるほど。これ何ですか。これはラリーでいうトリップミーターっていうんですけど、距離を測るんですよ。で、コドライバーの方が本を持ってるんですけど、行き先を案内、案内のこう本を持ってるんですけど、何メートル行ったら左とか、何キロ行ったら右とかっていう指示を書いてあるので、実際にそこでしっかり曲がれるように、距離をしっかり測ってその場所で曲がれるようにこのトリップっていうのがあります。押すとこれがリセットされるんですよね、こうやって。これどれぐらいお金かかってるんですか。この車でだいたい新車で例えば500万で買ってくるじゃないですか、車を。そっからだいたい1000万ぐらいかかってます。1000万、はい、1000万ぐらいでここまで仕上がります。今日この車調子いいんですか。今日調子いいですね。うるさいからさ。うるさいからよくわからない。調子がいいのか悪いのか何もわかんない。揺れてるんですよ。音もすごいでしょ。揺れてますね、まだこうやって。だって内装取っ払ってるから音すごいでしょ、うん、そうですよね。でね、ちょっと思ったのは、はい、僕以前蔵王でキャタピラのついた雪用車、はい、 あ、 はいはい、あれ乗ったことなんですよ、うん、それに似てますね、振動が。あ、そう。ダダダダダダ。そんな足硬い。結構リジットで全部作っちゃってるんで、足はグラベルなんで柔らかくはしてるんですよ、うん、雪とか走ったりするようなんで、うん、でもそれでも全部伝えますね、振動は、はい、お尻がなんかムズムズするよね。そうですね、ずっとすごい、こんなのあってるからどう、久々にこういう車乗ってみて。もういいですね。あんまり乗ってこないですよ。ちょっと乗ってみる感じ、ね、ちょっとこれでもあるんだったんですけど、これでもいちいち乗ってくれってちょっとね辛いよね。辛いですよね。まあこういう車もあると。あ、そう、はい、これまたこれでね、一つとして車としてありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございました。今回番組収録に協力してくれるのは埼玉県坂戸にあるアヘッドさんです。車の買取販売からカスタムチューニングまで任せられます。コンプリートカーも販売してます。番組をご覧の皆さんもぜひ一度遊びに来てください。テリーさん、土屋さん、本日はですね、もう世界で頑張っているラリードライバーの荒井博樹さんにお越しいただきましたが、うん、いかがでしたでしょうか。いや、面白いこと考えてるよね、博樹くんね、うんうん、
だからこういうのからやっぱり子どもたちが車に興味を持ってくれる、モータースポーツに興味を持ってくれるっていうのが始まってくるからさ、はい、これはいいことだよ、うん、サッカーでさ、はい、PK 戦ってあるじゃん、ええ、サッカーのルールって結構難しいから分かんない人いっぱいいるけども、うん、PK 戦は誰でも分かるじゃん、うん、分かる分かる、飛び調べるじゃん、うん、だからそういうのはもう簡単なやつがいい、うん、もう難しくしない、うん、そうだね、多分それが多分最初に新井さんが言ったみたいに、うん、もう1分で終わるとか、うん、2分で終わるぐらいで、それで何戦も見た方が、うん、多分そういうのがもう次の時代だよね、うん、絶対今の考え方は合ってると思うから、うん、確かに確かに、うん、いや面白いと思うよこれは、ね、うん、あとまだまだいろいろ改善点はあるので、ね、はい、上からの図を大きなこうところに映し出すとかね、そうそうそう、うん、逆に嬉しいんですよ、いろいろ多分改善点はあるだろうなと思ってた中で、そうだよ、ね、しっかりいただけたので、うん、まあ、これを生かして次、うん、またお見せできるようにしっかり頑張っていきたい、あとね、いいスポンサー探してね、わ、うん、かりました、ありがとうございます、委員長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 、金持ってっからな、委員長が10人ぐらい欲しいね、確かにいいですね、いいですね、もうそれでいい、ね、それいいね、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。